はい、どうも皆さん、こんにちは、いつおです。ということで、今回はモッド紹介。スマッシュバットモッドっていう、なんかまあ武器なんだけど、何本かまあバットが追加されるわけなんだけど、まあこのバットで殴ると、まあいろいろそのバットによって効果が違うと。っていうのを、まあ一本一本見ていこう。じゃあまず、この木製のね、スマッシュバットってやつから作ろう。木材と革でできるのか。革を置いて、木材を置くと。おー、いけるね。さあ、これで実際に何か殴ってみるか。いくよ、殴ってみるよ。えい。わー、結構飛ぶ。結構飛ぶぞ。しかもいい音が鳴る。おー。まあ、攻撃力はそんなないかな。ただ、ぶっ飛ばせると。楽しいな、これ。金属のスマッシュバット。あ、普通に金属バットなのかな。革を置いて、おお、飛距離とかが変わんのかな。まあ、攻撃力は若干上がってるけど。いくぞ。えい。おお、いい音鳴る。しかも金属の音だ。いくぞ。えい。いくぞ。えい。あ、めっちゃ飛ぶ。 やばい、飛びすぎでしょ。おお、これなんか別になんか飛んできたボールでも打てるらしいから、後でちょっとやってみるか。黄金スマッシュバット、これは金インゴットだな。インゴット置いて、おお、さあスライム打ってみよう。あ、いい音鳴る。でもどこ行ったんだ今。小さくて見えないな。でっかいこれ行こう。行くぞ。えい。あれ、そんな飛ばない。めっちゃ飛ぶじゃん。 やば、真上に飛んだけど。おお、真上に飛ぶんだこれ。あれはホームランってか、まあ真上だから何とも言えないな。 ダイヤスマッシュバット、これどんだけ飛ぶんだろう。ダイヤだから期待していいんじゃないかな。えい。おお、できた。いくぞ。ほら。うわ、めっちゃ飛ぶ。めっちゃ飛ぶじゃん。しかも音がすごい。なんかダイヤっぽい音が鳴ってる。ダイヤの音聞いたことないから何とも言えないけど。あ、めっちゃ飛ぶじゃん。これは上だけじゃなく、まっすぐ飛んでいくな。やば。めっちゃ楽しいじゃん。打ち上げスマッシュバット、これちょっと複雑だな。火薬とブレイズロットか。置いて、火薬でブレイズロット。おお、打ち上げスマッシュバット。なんなんだ打ち上げって。その名の通り、ちょっと小さいな。 OK。 ほら、おお、そういうことか。 打ち上げて爆発させるんだ。え、これやばいな。おお、なるほど。これ、普通にサバイバルとかでも強いんじゃないの。近づいてきたやつをね、打ち上げて爆発させていったら。ほら。うわー、あれ、むごいな。結構むごいな。爆裂スマッシュバットって何？ TNT か。フレッツスマッシュバットってなんかすごい、おお、すごい感じしかしないんだけど。いくよ。いきまーす。えい。今なんか撃った瞬間爆発するじゃん。そういうことね。なるほど。当たった瞬間もう爆裂すると。これ普通にもう武器だな。凶器としかならない。うわ。一応吹っ飛んでいってるな。爆発して吹っ飛んでいくみたいな感じか。なるほど。稲妻スマッシュバット、鉄とグローストーンダスト。稲妻って何？雷落ちてくるみたいな、そういう感じかもしかして。グローストーンってなんだっけ。鉄だっけ。鉄か。えい。こうやったらいいんだな。おお、稲妻の模様だ。
殴ってみるか。危険な感じの模様だけど大丈夫か。いくよ、はい。おお、あ、打ち上げてから雷なんだ。え、すげえ。そんなに飛ばないかもしかして。えい、うわ、すげえ。飛んだ後に雷が落ちてる。おお、え、これ普通に強いんじゃないの。えい、おお、生きてんな。でもまあそんなダメージはないかな。じゃあラスト、ライディングスマッシュバット。なんかライディングってことは乗るってこと。食料のエンジン、ライディングできんのか。何にライディングするんだろう。えい、おーおお、何いたえ、どういうこと。ライディングできてた今もしかして。ってね、豚でやってみるか。えい、おお、ライディングスマッシュバットじゃん。ちょっともうよくわかんないけど、もはや打った後に乗っかるってこと。えい、うわー、すげえ、自分も飛んでいく感じになるな。乗れるんだ、やばいな。ほら、お、よっしゃ、乗れた。え、すげえすごい、エンダーマン乗れるじゃんこれ。え、じゃあエンドラとかも乗れんな多分。え、めっちゃ楽しいじゃん。ちょっとなんか見えないけど。やば、早い。え、これ本当に打ち返せるか。おお、打ち返せた。え、すげえ、ちょっと待ってすごい、おい、結構飛ぶじゃん。おい、あ、これ楽しい、これ野球できるなこれ何人か集まれば野球できるな。これ飛んでったボールはどうなってんの。落ちてるわけではないの。めっちゃ頑張ったらテニスとかもできるんじゃないめちゃめちゃ頑張ったらテニスとかもできそうだよね。ダイヤのスマッシュバットで打ってみるか。もうめっちゃいい音鳴ってめっちゃ飛んでいくじゃんこれ、あ、うん、めっちゃ飛ぶじゃん。え、これじゃあなんか他のバットでもいけんの。特殊なやつでもいける。なんか打ち上げスマッシュバット、打ち上げ緑か。えい、えい、あー、楽しいなこれ爆裂だとどうなるの。おお、なんか無音で飛んでいったな。稲妻だとさすがにあれか、よくわかんないことになるんだな。すごい、これ楽しいな。やっぱ金属でしょ。 OK、 うわー、いい音鳴るわ。しかもめっちゃ飛んでいくわ。これは飛びすぎでしょ、いくらなんでも。この視点ではさすがにむずいか。おお、打ってるわこれ楽しいなバッティングセンターが再現できるっていう。なるほど。ということで今回スマッシュバットモッドでした。いや、面白いモッドだな。ボール打ち返すのも楽しいし、普通にモブのこと打ち上げたりしても面白いな。サバイバルとかに入れといても結構楽しめるかもしれないね。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さようなら。